剣の姉妹ってのは大祖聖人が生まれた時に長老がつけた呼び名よ。長老はね、私たちが生まれつきすごい呪文の才能を秘めていることを見抜いていて、私と聖人が力を合わせれば賢者様の強さに匹敵するって言われてたの。私たち二人で一つってわけね。旅に出る前によく言い聞かされてたの。もうこれから先どんな時も二人で力を合わせて生きていけってね。なるほど。そう、前回見ましたね。命の大事に感謝を捧げ子供に祝福を授けるのです。幼い頃から何度も見てきた儀式ですが、新しい梨というものはやはり尊いものですわ。そう、今回は大聖堂の奥やっていきたいですね。どうしたの？広場にいたご夫婦素敵だったわね。16年前ムーンが赤ん坊だった頃のアーウィン様とエレナー様を思い出すわ。早くウルノーガを倒して、ああいう親子が何の不安もなく暮らしていける世の中を取り戻してあげたいものだわ。そうね、うん、この里を抜けて始祖の森へ行けば命の大樹への道が開かれる。これまで本当に長い道のりじゃったわ。だが命の大樹にたどり着いた時、ムーンの本当の旅が始まるわ。しにはそんな気がしてない。めっちゃフラグ立てよるジジイ。聖地なんて、ね、初めて来たわ。見た感じあんまり娯楽はなさそうだけど、みんな退屈しないのかしら。まあ限界集落って感じよね、めっちゃね。だからまあ今回はね、ラムーダの探索をやっていこうかな。私たち妖精は大人には見えないの。あなたは子供みたいに純粋な人なのね。それなんかファイブのセリフみたいなのなかったっけ、どうだったっけね。勇者様の手に宿る聖なる紋章、命の大樹と勇者をつなぐただ一つの絆と言われております。命の大樹の中心にたどり着いた時、きっとその紋章があなたに新たな導きを示してくれるはずです。なるほど。そう、双剣の姉妹ベロニカとセーニャが育った家。そうです、ここがベロニカたちの実家ですね。ちょっと寄ってくか先に。あれだね、娘さんを私にくださいって言わないといけない。どうもこんにちは。お勇者様、聖地ラムダへようこそいらっしゃいました。私はベロニカとセーニャの父です。私たちの天使ベロニカとセーニャならきっと勇者様を見つけると思っていました。これからもたるよしこ。ちょっと過保護気味なんだよね。あそこをアイサイト育ったんだなっていうのは分かりますけど、あなたが伝説の勇者様、噂よりもお若い方なのですね。私がベロニカとセーニャ母で、そう、母ちゃん超エチエチな美人なんだけど、ヒュッ、お胸もいい感じですね。超美人。まだ若い勇者様にとっては手に余るかもしれませんが、うちの娘たちを守ってあげてくださいな。これ言うこと変わったりしないのかな。あ、変わんないのか。なるほど。で、この本2冊はね、レシピではありませんでした。残念。あ、あ、なんか、何、親子4人で一緒の部屋で寝た方が可愛いな。ベロニカのベッド何なんだろう。どこなんだろう。匂い嗅がないとスーハー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 しないといけないけど、祈りのカード、祈りのカードって何だ。そういえば防護袋じゃない、誰が持ってますか。あれ、ないな。大事なものとか、これはね、そういう袋、魔力の種。ん？え、どこにあるんだろう。あ、これか、これか、カードか、イカワシのカード。これなんだろうね。あ、もうアクセサリーだから身につけはできないけど、はいはいはい。寝起きでね、あんまりちょっと頭がぼーっとしてるんですが、頑張っていきます。どうも。お話は聞きました。ザイノチの大樹を目指して旅をしているそうですが、この聖地ラムダを抜けた先にある神秘の場所、始祖の森へと進めば、命の大樹を間近で拝めるはずですじゃん。はい、どうもどうも。ちょ、ご当地ウソ見つけたいな、ここ超ありそう。よくわかったな。そう、我こそ世界に終わりをもたらすもの、世界救いたけ終わりを止めてみせよ。あ、おかん最強やと思うけどな。
勇者様は座った故郷も生まれた国も全部失ってしまったんだってね。またこれでわしい限りだよ。旅が終わった後住む場所に困ったらこの里で暮らしなさいのね。優しいよね。ありがとうございます。お気持ちだけで結構ですね。天使の相馬素材か。ここが教会で、ちょっと見よう。ああ、長老がおる。あ、どうも。赤もね、病気などしてないかね。毎日健康で無事に過ごすこと、人生においてこれに勝る幸せはないので、私見るからに健康有料層で良いぞ。もし子孫の前に行くことがあれば教えてくれ。一つ頼みたいことがあるんで。ほう、今から行くけど、なんだろうね、なんだったっけ、忘れちゃったな。ここが宿屋さんですよね。なんか入ってるかな。お、魔法の聖水ありがたい。聖水はありがたい。私はずいぶん前に結婚したのですが、なかなか子宝に恵まれなくて、正直子供を諦めていました。でもつい先日待望の我が子がやっと生まれてくれたんです。嬉しいな、本当に嬉しい。おお、儀式やってたご夫婦ですね。赤子が祝福を授かる洗礼の日に勇者様がいらっしゃると、この子はなんて幸せ者でしょう。本当だよ。サラサラヘアになることでしょう、きっと。ベロニカとセーニャも子供の時からよくこの先の森で一緒に遊んでいましたねと。ああ、ここ静寂の森。マジ結婚する、ちょっと。おじいちゃんが前に話してくれた、花が咲けばどんな願いでも叶うっていう伝説の希望の花のこと。もしも子孫の前に行けるようになったらまた話しかけてくれるかな。あれ、クエスト発生しないんだろうか。ここね。あ、まあまあ戻りましょう。よいしょ。ちょっとしんみりしちゃいますね。よし、こんなもんか。あとここ下をちょっと見て、植物も人間も大事なのは育て方さ。初めにきちんと愛情をかけてやればどんな環境にも負けない強い子になるんだ。勇者様も力強い意味をしているよ。前田君にも育った村も失ったと聞いたけど、きっとみんなに愛されて育ったんでしょうね。なるほど、手おじいちゃんのおかげだよな。あ、いたよ、ちくい。おー、よう。いや、勇者様よく来たね。合言葉なら僕が見つけておいた。えへへ、偉いでしょう。えへ、今からこの合言葉を教えてあげるから忘れないようによく聞いていてね。それじゃあ行くよ。はいはい、何でしょう。あれ、なんか宝箱見えるんだけど、あっち。あ、導かれし者の祭壇。あれ、導かれし者たちってなんだっけ。パデキアの洞窟、パデキアってどこだったっけ。その冒険の書の合言葉があれば、予知前にある祭壇の間から冒険の書の世界に行けるはずだよ。え、導かれし者たち、あ、4かな。 4? そう、サブタイトルね、私どうしても忘れちゃうんだよね。なんか5とか覚えやすいけど。16年前、勇者様が魔物たちに襲われたと聞いたとき、私はこの世の終わりだと思いました。その後、勇者様へのあらぬ噂にも心を痛めておりましたが、よくぞよくぞ生きていてくださいました。あ、ありがとうございます。信じていてくださって。またこれは、宝箱を取りたいな。どっちかな？下だったところだろうな。よし、じゃあこれで探索終わったわ。おー、
やったね。地味だ大事だからな。装備品得る方法が本当にレシピぐらいしかないから、では参りましょうか。もう勇者様6つのオーブが揃ったようですの。なんと素晴らしい。それでは勇者様、どうぞこちらへお越しください。はい。なんて綺麗なんでしょう。こちらの絵は一体何を描いたものなのかしら。こちらの数々の絵はラムダの地に伝わる神話の一節を表したものです。勇者とは世界に災厄が訪れるとき大樹に選ばれて生まれてくる存在。この世界に初めて勇者という存在が降臨されたのは遥か古の時代のことです。ロトゼタシアの全ての命の源は命の大樹。邪悪の神はその大樹の中に宿る生命力の根源、大樹の魂を奪おうとしました。そんな時代に命の大樹に選ばれ生まれたのがあなたと同じあざを携えた伝説の勇者ローシュ様です。出たわね、ローシュ様。そして勇者ローシュ様と共に戦ったお仲間の一人、賢者セリカ様。はい。そのセリカ様の生まれ変わりと言われているのがそちらのベロニカとセーニャなのです。ウルノーガ、邪神なきこの時代にあなたがなぜ勇者として生を授かったのか、皆様の話を聞いて全てつながりました。どうかウルノーガなる者を打ち果たし、世界の未来をお守りくださいませ。ご分をお祈りしておりますぞ。はい、よし。さて準備はできたかな。あ、なるほど、そこでそれであのあそこにクエストが発生するわけね。まあ先に行きましょうか今回ね。ご当地予想が出てこなかったな、残念。もう次ここ回るときかな。あ、じゃん2連続。命の大樹は続く始祖の森へはこの扉を抜け参道を進んだ先にあります。始祖の森は前人未到の危険な場所ですが、この聖地ラムダのよろずやには冒険に役立つ武器や防具が揃っています。始祖の森へ向かわれる前に里の者の話に耳を傾け、旅に出る準備をしっかり整えるとよろしいでしょう。はーい、まあ、整えるも何も整えられないから行くしかねえな。あ、ちょっと待って、あれ？あ、なるほど、いいのか。あ、場所、え、なんか場所間違えたのかって思った。なんかドラゴンいるんだけど。ありましたね、このうっちゃ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 、よいしょよいしょ。え、爆弾王さんですかね。お、チームだチームだ。こいつ動かないよね、大丈夫だよね。よし、よっちくん、うお、怖え。
やサイクロプスとかでねレベル上げしてたわ。今なんかレベル40ぐらいなんだけど、みんなサイクロプスさん強かったっすな。お、よし、キャンプ場開けておこう。まあ、始祖の森もね、言うて PS4 版で一度来てるので、間はカットしようかなと思いますんでね、よろしくお願いします。あと逆方向か。まあ、マップが気になる方はご自身でプレイするなり、PS4 版の動画を、見ていただくなりで、はい。よいしょ。金の鉱石が落ちない。ちょっと雰囲気だけ見ましょうか、皆さんと。ちょ待って、ちょいるんだけど、ちょやめろ来るな。ちょドラゴン、まだ追っかけてくる。あー、よかった。あいつ強そうだな。まああれだね、バトル詰まったらここでレベル上げしなさいってことなんでしょうかね。さあここです、始祖の森。ちょっとなんかゼルダっぽい感じかな。ゼルダもやりたいんだよな。お茶目なんだ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 。あ、こいつか、かわいいな。よいしょ。ほい。おお、シーゴーレムじゃなくて、なんだこれ、何ゴーレムだろう。いましたね。お、逃げる。詰まったら戦うからね。よいしょ。ここもね、なんかね、結構長いマップだったと記憶してるんですが、お、聖者の範囲。そう、こう、天空の祭壇っていうところを目指しますね。ここから、大樹に向かうということで。よいしょ、よいしょ、よいしょ。え、どこだ？つま。イベント発生するとこまでじゃあ飛ばしましょうか。こんな感じの森になってて綺麗です。あ、ムンババ、あ、ムンババがいる。色違いムンババ。お、よし、イベントになった。ここで、さすがにこの年で山登りは足腰に応えるの。だいぶ上まで来ましたよ。お姉ちゃん。山頂までもう少しかかりそうね。タイジちゃんに会う前の大事な時なんだし、ここでしっかりと休んでいきましょう。いよいよ明日は命の大樹のもとへ向かうのね。なんか緊張してきたわ。ねえ、セーニャ、あの曲を聴かせてよ。あんたが子供の頃からよく弾いていた、私たちの故郷に伝わるあの曲は。大樹って夜はこんな幻想的に見えるのね。
私たちの命もあの葉の一枚なのかと思うと、なんだか不思議な気分になってくるわ。うん、そういえばラムダの長老が言ってたな、あの命の大樹が世界中の命を束ねているとか。それって本当なのか？ええ、誰かが生き返るとき、その葉は散り、誰かが生まれるとき、新たな葉が芽生えることで世界の命のバランスは成り立っているの。もうじきウルノーガとの決戦ね。ウルノーガさえ倒せばきっとお父様も昔のお父様に戻ってくれるはずだわ。あら、ベロニカ、あなたも楽器をたしなむの？ううん、これは長老からもらったお守り。私たちの祖先賢者セニカ様が昔ラムダに残していったものらしいわ。さあみんな、おしゃべりはその辺にして休みましょう。夜更かしはレディの天敵よ。ちゃんとテント張ってるんですね。ねえお姉さま、ん？私とお姉さまはきっと芽吹く時も散る時も同じですよね。セーニャはいつもグズだからどうかしら。でもそうだといいわね。これ改めてさ、こう先の展開してこのセリフ見ると泣くよね。いやここ名シーンなんだよね。ということで、じゃあ今回はここで終わりにしようかなと思います。で次回ね、ちょっとウルノーガのところを向かおうと思うんですが、ね、よっち村一回行こうかな。はい、残ってるんでね、よっち村そこ紹介して先に進もうかなと思います。いやちょっとうるっときたわ。はい、ではまた次回で過ごしていただきありがとうございました。